皆さんこんにちは。響所属の声優が YouTube で毎日1本ずつお送りしていく響スタイル。今日の担当は元気いっぱいとかいそらです。よろしくお願いします。さあですね、まあ、早速ですが今日何をやるのかと言いますと、ズバリこちら、目指せ麻雀マスターモーパイ編、モーパイ後編でございます。ちょっと長考すぎたので、あの前編と後編にねちょっと分かれてやることになりました。今日からはあの制限時間が設けられました。ので20秒、触り始めてから20秒で必ず答えなくちゃいけないって、これ難しいな。じゃあ早速やっていきましょう。今日はこれ、じゃん、よーいスタート。四隅に、あ、これマンズの可能性、いやでもめっちゃ柄、いっぱいあるなこれ。なんだこれ、全然わかんない。ちょっと待って、やっぱこうやって触った方がいいな。もう20秒早いよ。ございます。難しいね。というわけでハズレが2個たまったので、モノマネいきたいと思います。私の大好きな人影カメ。はい、ありがとうございます。じゃあ次はこれ、よーいスタート。あ、これは結構線がシンプルだな。ちょっと待って。こうやってモーパイしてる人いるんかね。すごい、あ、これソーズの可能性あるな。ソーズの可能性あって、いやまだ三蔵出てないんだよね。待って待ってね。あ、もう、いやこれ来てる。今度こそ、うん、よし行きます。三蔵、おいえー、やったー。あー、やっぱこれぐらいだとちょっとわかるよね。あ、こういうね、なしある、ありなしなしなしありみたいな、この感覚。難しいね。これをさ、みんなこう一瞬で判断できるっていうのがすごいわ。もう指だよね、指がスキャナーだよね。というわけで今4個揃ってます。リーチ、あ、リーボー持ってくればよかった。ないわ。じゃあ行きますよ、これ、じゃん、よーいスタート。これはね、あ、なんだこれ、何、難しいね。待って、もうつかタイムリミットが早いよね。これなんだ、なになに、ちょっと待って、もね制限時間無視しちゃう。待って、でもまださ全然自敗出てないんだよね。そろそろ自敗来てもいいんじゃないかなと思うので、横棒が率シンプルなシャー。おーイエーイ。あー、できたー。あー、面白い。ちょっと、もう時間アップかな。もう一個ぐらいできるかな。ちょっとじゃあせっかく今勢いがついてきたんで、もう一個ね、ちょっとチャレンジしたいと思います。じゃあこれ、じゃん。いやでもさ、ピンズ、多分ねこれピンズ系だと思うんだよね、この感じ。いやこれあれじゃない、これあれかもしれない。いきますよ、Eピン、イエーイ。ちょっと分かりやすいの引いてるってのもね。あるよね。でもやっぱ麻雀で引きだからさ、ちょっと今調子すごい出てきたから、もう一個いけそうだわ。じゃあこれ、じゃん、スタート。あ、これいけるよ。いきますよ、リャンゾー、イエーイ。まあこれはね、すごいいいよ。今すごいシンプルなやつ引いてきてますよ。シャーといえ、ちょ、もう一個いこうかな、これ。あ、これね、ピンズだよ。もう分かってきたよ私、だんだん。でも何ピンかはまだ分かんない。なんかこう2列感あるんだけど、でも数ピンってでも出てないか。6、4、6ピン。あー、すー
難しいね。やっぱこの丸が数えらんない手じゃね。うん。じゃあもう一個ぐらいかな。ちょっとでいきますよ。これ。待って待って待って。このややこしい系はやっぱピンズなんじゃないかなと思うと。待って。これ私の大好きなウーピンじゃないか。さてはさては、うん、きます。ウーピン、イエーイ、やったー。あ、これちょっと楽しくなってきた。なんかわかる、わかるようになってきたかもしんない。ちょっとこれ面白かった、というわけでですね、なんと後編ではじゃーん、5個もクリアです。イエーイ。ちょっとこれからもモーパイの練習をね積んでいきたいと思います。まあ、またちょっと麻雀系のやつ、せっかくねあの牌を買ってきてくれたんで、こう何切る何待ちじゃないですけど、こう早くねテンパったら勝ちみたいなとかちょっとやっていけたらいいななんて思っております。さあ、というわけでいかがだったでしょうか。今日はこの辺でお別れです。動画は毎日誰かが更新していきます。ぜひぜひ気に入ったらチャンネル登録お願いします。毎日見てください。というわけで今日の担当は徳井それでした。またね、次回もチェックチューブ。